じゃんじゃかじゃん、はい、絶好調のアラッキーです。で、今回はね、福岡県田川市に伺っております。で、今回の目的はね、そうイタリア料理で地中海料理の、代名詞とも言いましょうか。そうパエリアね、パエリアを食べに来ましたね。でも私の後ろに見えてると思いますけどね、ランカね、こちらランカっていうねお店で、これからねパエリアをいただこうと思うんですけども、こちらね、とにかくねイタリア料理がおいしい。そしてさらにまたパエリアね、いやーもうねこれから食べるんですけども、楽しみね。パエリア好きですか？好きですか？もうこれからね皆様にもパエリアをご紹介しようと思っておりますのでね、楽しみにしておいてください。では早速ね、これから店内に入ります。はいよーし、ではね早速ランカに入ります。まずはねお店の雰囲気もすっごく良くてですね、皆様にご紹介いたします。では店内にね入っていきます。はい、よいしょ。今ね、ランカの店内に入ってきましたね。で、今回はもうとにかく美味しいと話題のパエリア、そしてねペスカトーレの包み焼きね、それに焼きカレーね、こちら3品を注文いたしました。もう多分もうねニヤニヤがたまらんでしょうね。おいしくてたまらんでしょうね。ということで今出来上がりを待ってる最中でございます。はい、はい、今ねパエリア、それにねペスカトーレの包み焼きで焼きカレーが来ました。ということでこれからいただきます。今ねむちゃくちゃ美味しいと話題の大人気のねイタリア料理のパエリアね、パエリアが今ね来ました。では皆さんどうぞパエリアご覧ください。見てこれめっちゃくちゃうまそう。いや食べたらねもっとうまいけんね。ではねこれから早速いただきます。パエリアでは早速いただきます。うわ、めっちゃうまい。うわ、これでね、エビとかムール貝、そしてカイナもうまみがもうギュッと濃縮してて、米にすっごい染み込んでおります。いや、これマジうまいけん、バリうまでございます。これいや、マジパエリア食べるならね、やっぱランカよ。ランカが作るほんとパエリアのうまさが炸裂しまくっとりますばい。はい、おお、また来た、マスターがまた来た。うわ、おいしかたまらん。はい、今ね、ペスカトーレの包み焼きがね、来ました。で、ほら見て、これお皿いっぱいに包まれたパイ生地と思うでしょ。違うんですね。こちらね、ピザの生地でね、包み込んでるね、包み焼きになります。ピザ生地です。ではね、これから早速中身を開けてみますね。うほー、よいしょ。うほー、よいしょ。いやー、もうこっちもこうクロスでいこうかな。クロスでよーし、こっちもうわー、ほらほら出てきた。中からこのおいしそうなパスタねえ。うわ、ほら見て、地中海のエビ、そしてね、ムール貝、そしてこのパスタが、これ見て、めちゃくちゃうまそうやもん。たまらんばい。では、なんかのね、パイ生地で包んだペスカトーレね、パスタいただきます。うん、めっちゃくちゃうめえばい。これまた何これ、うまみがギュッと濃縮してほしいしてね。なんていうやろこれ、なんていうこのおいしさを。いや、めちゃめちゃうめえからペスカトーレめっちゃいい。食べてみてください。ほんとね、おいしゅうございます。はいはい。でね、最後はランカの焼きカレーにておら。表面にはね、このおいしそうなチーズが乗っかってあって、これがこんがりと焼けて、中にはカレーのうまみが、ね、では早速いただきます。うおー、うやけとうもう、やけとう、ほらほら。ではね、いただきます。うわうわ、うめえ。カレーがうまい。でね、この焼けたチーズのうまみと風味、これがカレーに絡み合って本当うめえこれ焼きカレーも食べてみて、カレー好きたまらんばいこれ。幸せです。はい、いただきました。いやもうね、ほんとね、おいしさがたまりませんでした。だしのうまみがもうたまらん。ほんとにね、おいしい。いやパエリアにしてもよ、ここまでうまみがギュッと凝縮してね、食べたらなおさらうまみがこの炸裂して、いや美味しかったです。パスカトーレのパイ包みもパイ生地もね、あれもまたうまいし、そしてまたパスタのソース、これもまたもうなんて表現していいかわからないほどのうまみがあります。そしてね、もちろん焼きカレーもチーズとこう一緒にいただくんですけども、このカレーとチーズがすっごく合ってね、ほんとおいしかったです。いやいやいや、ぜひね食べてほしい。その前に、はい、ではおごちそうさまでした。はい、ではね、今ね、蘭花の冷酒でございます。いや、本当にね、すっごく美味しいね、パエリア、そしてペスカトーレのパイ包み、それに焼きカレーをいただきましたけど、いや、本当にね、美味しかったです。何かもう、よかったらもう、蘭花さんもね、ぜひね、こちら福岡県田川市にねお越しになった際は、ほんと国道沿いにねこちらなんかありますので、ぜひ足をお運びになってね食べに来てください。はい、ということで、はい、絶好調の荒木からでした。ではみんなまたねー。